一の国と対をなすもう一つの世界、二の国。二の国の歴史は争いの歴史。弱き国は強き国に淘汰され消えていく。やがて力を持ったいくつかの大国が残り、それぞれが互いに睨み合う歪んだ時代が訪れた。これはそんな世界を変えた偉大なる王の物語である。クライン大統領、間もなく到着します。あれは、第一章、ゴロネールの動乱。準備完了しました。では始めるとしよう。何者だ。そんなことより、ここはどこだ。これはどうなってる。止まれ。待て。おい。なあ。何？
不法侵入者め、もう逃げられないぞ。お前たち、あの者を捕らえよ。何の音だ。こっちだ。状況は変わったんだ。狙いはお前だ。下がってろ。やっちまうぞ。おい、そんな。おい、た。おい、の準備で手薄に、実に大胆かつスマートな作戦でございます。さすがは中大院様。しかし戦後ラウゼオはしぶとい男でしたな。少しずつ食事に盛る毒の量を増やしてみたものの、計画の実行にここまで遅れが生じるとは。大した問題ではない。あくまでそれも想定の範囲内だ。ラウゼオの病死を疑う者もいない今、あの邪魔なエヴァンさえ抹殺してしまえば。はい、ボロネール王国の王権は完全に魔王族のものとなりましょう。ついに我らの宿願が果たされる時が来たのだ。銃！ご報告です、中大院様。なんだと。取り逃がした。まあいい、プラン B に切り替えるまでだ。準備しておけ、黒騎士。なあ、よし。
っちまうぞ。おい、you
ました、エヴァン様。アル、エヴァン様。おい、いや、そんな。なあ。はい。ありがとう。では。ああ。Huh?
あの。あれは黒騎士です。いいですか。ねえ。うん。はい。なあ。うん。ええ。はい。さあ。
エヴァン様。いや、ええ、ああはい。エヴァン様、準備はいいか。
うん、はい。
ありませんか。始めるぞ。見つけましたよ、エヴァン様。あなたにはここで死んでいただかねばなりません。中大院、長きにわたるニャウ族の王権は終わりを迎えるのです。さあ、逃げ場のない地下水道、あなたたちは袋のネズミですよ。ここは私が時間を稼ぎます。黒騎士相手では勝ち目がありません。でも、アルは、エヴァン様はゴロネール王国の希望です。こんなところで終わってはいけません。エヴァン、なあ、